はいどうもホワイトタイガーです、今回はですねこちらの車両はですね、スズキのジムニーになってきます。車両型式 JB ミニさんですね。で、こちらの車ですね、先日ダッシュボードを外したんですよね。なので今回は、エアコンサイクルの一部のエバポレーターという部品、これがですね室内についております。でダッシュボードを外さないとそのエバポレーターというのがですね外れてこないんですけれども、せっかくなんでダッシュボードを外しましたので、エバポレーターですね外して、まあ、点検して、まあ、清掃するなりしていこうかなと思います。でですね、こちらの車両はですねもう 2,3 年前ぐらいからエアコンが効かない状態なんだそうです。で、コンプレッサーを保護するためにクーラーのガスは全て抜いているそうなんですよね。先ほどですね、まあ、2ゲージ突っ込んでみたんですけれども全くゲージ上がりませんでしたので、おそらく配管の中はですね排気と同じぐらいのですね圧力しかかかっていないんだと思います。なので、まあ、この状態でですねエンジン側の方からは液パンのところを外す、そして室内からはですねエバポレーター丸ごとですね、ケースをパパーンと外してですね、ケースを割って中身を確認していきたいなと思います。それではやってみましょう。はい、エンジンルームからはですね、ここ液パンが見えます。センターのですねボルトを外せばですね、高圧チューブと低圧チューブの配管がですねパコーンと外れます。まあ、ゴミ等が入らないようにですね、養生は必ずしておいてください。はい、室内ですね、ダッシュボードが外れております。で、この先端に見えるのがですねヒーターコアになってきます。でこの横に見えるこのケースですね、このマルットケースがですね、エバポレーターのケースになってきます。もうボルトが数本で止まっていますね。とヒーターコアにつながる、はい、まあ、ビストでつながっておりますので、あとはですね、カプラ外してあげれば外れてくると思います。はい、エバポレーターですね外れました。エバポレーターケースかな。はい、配管ですね養生しております。これドアの方なんですけれども、やっぱりエアコンフィルターがですね装着されていたせいかめちゃめちゃ綺麗です。20年前のものとは思えませんね。はい、それではですね、エバポレーターをちょっと分解していこうかなと思います。はい、エバポレーターですね、外してきました。ここをですね、エキスパンションバルブ液パンなので必ず養生しておいてください。ここからゴミが入っちゃうとですね、詰まりの原因になります。で、まあちょっとどうだろう、中に、若干草みたいなやつが見えます。見えますかね。はい、でこちら側、内気導入の方はですねやっぱり少し若干ホコリが入ってますね。うん、ちょっとホコリがこれついてます。で、内気からですね、まあ、内気と外気ですね、から入ってきたやつが中に見えるですねこの、エアコンフィルターが見えますか。エアコンフィルターこれ、ですね、ここにここから外せるんですよ。よいしょ。はい、ここからエアコンフィルターがよいしょ外れてきます。はい、こんな感じですね。で、またさらに中に見えてるかな。見えてる、あ、見えてますね。はい、中に入っている、エバポレーターですね、これに、まあ、ゴミ等が詰まらないようにですね、このエアコンフィルターでまあ、カバーしている、まあ、これでフィルターですね汚れを取っているといった形になってきます。これ確か1型からかなとも思うんですけれども、オプションかもしれないんですけれども、なのでエバポレーターですね20年にしちゃめちゃめちゃ綺麗ですよね。20年にしちゃですよ。はい、まあ、これ一重にやっぱエアコンフィルターのおかげっていう形ですね。エアコンフィルターがですね、すごく大事な役目をしているっていうのが分かると思います。これエアコンフィルターなかったらですね20年やったらもうエバポレーターがバッチバチに詰まって、結局今のこの
仕事をしないといけないといった形になってきますので、まあ、エアコンフィルター様々っていう形になっておりますね。よいしょ。はい、それではですね、ちょっと割っていこうと思います。最近の車はスクリューとかで止まってるんですけれども、この年式はこういった環状クリップですね、これで止まっているだけみたいなので、ちょっとここを外していきたいなと思います。汚くなくもないっすね。ちょっと汚れが下に溜まっているんですけど、あ、全然綺麗だ。こっち、まあゴミがつく方なんですけど、やっぱエアコンフィルターをつけていたせいか全然綺麗です。別に変えるというか外す必要はなかったぐらい綺麗ですね。はい、じゃあですね、このエアコンフィルター、あ、ごめんなさい、エバポレーターですね、それとエバポレーターケースの方をちょっと綺麗にしていこうかなと思います。はい、ケースの中もですね、綺麗に拭き上げました。内気導入外気導入のですね、フィルターも清掃しましたし、これですね、ドレインのところの発泡スチロールですね、これも綺麗にしました。はい、で問題のですね、エバポレーターなんですけれども、はい、洗ってきました。見えるかな、どうですか。あんまり分かんないかな。でも向こうがちょっとだけ見えるようになったかな。もともと綺麗かったからですね。まあやっぱり少し、水通しをしたらですね、やっぱり少し汚れがザーッと出てましたので、まあ水洗いしてよかったかなと思っております。はい、それではですね、組んでいこうと思います。はい、無事にですね、エバポレーター組み終わりました。内気導入外気導入のですね、切り替えもしっかりできております。はい、エアコンフィルターをですね、まあ、後々交換はするんですけれども、とりあえず、元あったですね、エアコンフィルター。はい、こんな感じですかね。で、蓋を閉めておくと。OK。はい、エバポレーターですね、復元完了しましたので、綺麗ですね。はい、今からですね、このエバポレーターですね、取り付けていこうと思います。はい、エバポレーターですね、取り付けが完了しました。はい、水抜きのですね、ホースがきちんと出ているかどうか確認してください。大丈夫ですね。はい、で、液体のですね、テープ外して、高圧ホース中、低圧ホースのですね、ホースを入れるんですけれども、まあここですね、パッキンついてます。ここはですね、必ず交換するようにしてください。またここからですね、ガス漏れしちゃうと、まあ、元も子もありませんので。で、このタイプはですね、まあ、エンジン側から交換することができますので、最後にですね、エアコンの修理までして、最終的にガスを入れるときにですね、ここパッキン2つとも交換したいなと思います。はい、低圧ホース、高圧ホースを液パンに取り付けました。はい、これでですね、とりあえず、エバポレーターの、まあ、点検、まあ、清掃ですね、は完了しました。はい、いかがだったでしょうか。無事にですね、摘出し、まあ、清掃することができたと思います。で、こちらの車両はですね、エアコンフィルターが取り付けられている車両になってきましたので、エバポレーターが、とても綺麗な状態でした。僕もびっくりしました。20年前の車とは思えないぐらいの
綺麗ささだったんですけれども、エアコンフィルターがついていない車両というのはですね、そっくりそのまんまゴミがエバポレーターのフィンですね、網目状のところに詰まってしまって、まあ、風が出ないというような症状になってきます。その場合はですね、ここまでしないと症状が改善されないというような状態になりますので、まあ、あのオプションでですね、取り付けられる車両というのはですね、取り付けられた方がいいかなと思います。もう今ではですね、エアコンフィルター標準装備になってきていますので、最近ですね、風が全然出ていないというような症状があまりないです。っていうか、エバポレーターは詰まりよりもガスの漏れで交換することがもう最近はほとんどになりました。最近というか、もうここ10年ぐらいですね。昔、それこそ20年ぐらい前とかですね、はエアコンフィルターっていうものがありませんでしたので、そっくりそのままですね、エバが詰まってしまって、よくエバをバラしてました。まあ、昔はですね、もうちょっと簡単な状態で外することはできたんですよね。ただ今のやつはほとんどの場合はですね、このダッシュボードを外さないとエバポレーターが外れてきませんので、修理金額が高くはなってしまいます。なので、まあ、エアコンフィルターが付けられている車両はですね、まあ、ほとんどの車両だと思うんですけれども、まあ、あの定期的に交換してあげてください。まあ、メーカーでは1年に1回とか、1万キロとか1万2、3000キロに1回というような形で進められていますけれども、まあ、あのそのサイクルで交換されるのが一番いいと思うんですけれども、まあ、できるだけ、まあ、車検ごととかですね、そういった形でですね、交換されていた方がいいと思います。どうしても、フィルターが詰まってしまうと、そこを通り抜けている、まあ、空気を吸っているといった形になってきますので、まあ、フィルターはですね、1年に1回、は交換されとった方が、まあ、新鮮な空気がですね、室内に入り込みますので、いいかなと思います。参考になれば幸いです。今回はですね、スズキのジムニー JB23 の車両のエバポレーター、これをですね、まあ、取り外して、清掃してみました。ありがとうございました。